サージョン・フレデリック・ウィリアム・ハーシェルジュンダンシャクは、イギリスの天文学者、数学者、ロイヤル・ゲルフ勲章・クンショーナイト勲ク氏、王立協会フェロー。天皇制を発見した天文学者、ウィリアム・ハーシェルの息子として、ウィンザー郊外のスラウで生まれる。イートン・カレッジを経て、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジに入学し、1813年に卒業。 1834年から1838年に帰国するまでの4年間、ケープ植民地のケープタウンで北半球からは観測できない南天の天体を観察、記録を残した。恒星の明るさを比較し、等級が0.4日上がるごとにその明るさが地上に反比例して暗くなること、さらに一等星は六等星の約100倍の明るさであることを発見した。 1849年の著書、天文学概要で、日数や時間の計算に、ユリウス通実を利用する方法を考案。これが広まり、世界中の天文学者が、日数計算に、ユリウス通実を用いるようになった。また、同書において1836年頃に、ペテルギウスの変更を発見したことを発表した。土星の衛星。 天皇星の衛星の名付け親としても知られる。著作に自然哲学研究に関する予備的考察1834から38年の間に希望峰でなされた天文学的観測の結果、天文学概要などがある。写真、根がポジという名称を提案し、定着に地を硫酸ナトリウムを用いることを提案した。そして、 1842年に青写真、金コロイドを用いたクリストタイプを発明した。ジョン・ハーシェルは妻マーガレット・ブロディス・チュワートとの間に3人の息子と9人の娘を設けた。長男のウィリアムは指紋による個人識別の研究で有名。次男のアレグザンダーは天文学者となり、水星と流星の関係について研究を行った。ありがとうございます。